はい、皆さんこんにちは。本日はですね、便利なものをですね、ご紹介させていただきたいと思うんですね。二つはですね、アプリケーション、一つはですね、ものでございまして、こちらをですね、お話ししていきたいと思います。はい、ということでですね、その便利なものをご紹介させていただきたいと思います。私がですね、こう普段撮影しておりますカメラ、こちらはですね FX30 でございまして、ソニーさんのですねシネマラインの、まあ、一番低いグレードのですね、とても使いやすい APS-C のカメラとなっております。そちらをですね、さらに便利に使えるアプリケーションが最初で、もう一つがですね、この二つ目が iPhone ですね。こちら私メインで使っております iPhone 40 Pro Max なんですけど、こちらで便利に使えるアプリケーション。そして最後がですね、もの。はい。ということでですね、こちらが GoPro Hero 12ですね。今 Max レンズモジュラーの 2.0 がですね、ついているんですけど、これをですね、さらに便利に使えるものをですね、購入してみたというところでですね、そちらのご紹介をしていきたいと思います。はい。というところで一つ目ですね、この FX30 をですね、さらに便利に使えますよというアプリケーションになるんですが、これですね、先日のファームウェアのアップデートで対応したものになっております。それがですね、ソニーさんからリリースされております、このモニター&コントロールというですね、アプリケーションでございまして、これをですね、インストールして、このカメラと連携させることによって、ものすごく便利に使えるアプリケーションなんですね。接続の方はですね、その他のこのソニーさんのアプリケーション等と同じようなものでございまして、説明を見ながらですね、接続していただく形になるんですけど、それを接続した後がですね、とても使いやすいんですね。はい、ただいまですね、接続が完了いたしました。そしてですね、その画面になるんですけど、はい、このようにですね、モニタリングしてくれてるんですね。そして、このようにですね、マニュアルフォーカスだとか、それぞれのカメラの設定等をですね、しっかりとコントロールすることができるんです。で、いろいろと見ていくとですね、もう本当様々な操作ができまして、フォーカスコントロールだけではなくですね、こうベーシックコントロールというモードにしますと大きな画面になる。で、他にもツールというところで、ウェーブフォーム、ヒストグラム、フォルスカラー等をですね、表示できるんですね。このようになっておりまして、まあこれ、まずウェーブフォームの方、表示してみますと、このような感じ。で、ヒストグラムですね。ヒストグラムを表示すると、このような感じですね、ここ。で、フォルスカラーにしますと、このような表示になるわけですね。といったものを、この手元で、しかも iPhone、まあ、スマートフォン一つでですね、このように見ることができるんです。ソニーさんのですね、このモニターというところで、私ですね、この水準器だとか、ウェーブフォームだとかっていうのを、同時に表示ができなかったりだとか、まあ、あとはですね、その、ファインダーのない機種とかだと、まあ、若干見にくいなと思っていて、外部モニターの必要性っていうのはですね、感じていたりとは、かはしたんですけど、じゃあそれをですね、こう持っていって、わざわざ接続してってことを考えると、なかなか重かった。でもこれですね、 iPhone 一つあるとですね、こういう風にモニタリングできるようになったんですよ。で、いろいろとですね、細かいところもこう気をつけられておりまして、まあ、どのような形でこう iPhone をですね置くかっていうのがわからないわけで、固定した形からさらにですね、こう回転をさせて表示したい場合っていうのもあるわけなんで、こう回転をしていったりだとか、全画面表示ですね、さらにこのように画面を見やすくなる設定ができたりとか、それこそロックをしたりだとか、もうそれぞれの項目っていうのですね、タップして設定することができるわけなんです。例えばこう絞りだったりすると、絞りを押すとこういう風に調整ができたりとかですね。で、このフォーカスコントロールというところにしますと、マニュアルフォーカスに変更した上で、ここで簡単にですね、今こういう風に動いてるの分かりますかね。こんな感じ。よいしょ。こう。こうだと、まあこう近づけますと寄ってってます。で、離れていきますと、こういう風にですね、離れていくんですね。というのを手動で操作ができるんですね。なので、こう、フォーカスコントロールのですね、こう、ダイヤルとかそういうのってなくてもですね、カメラのレンズを直接操作しなくてもですね、ここで遠隔で操作ができるという便利なアプリケーション。しかもですね、その iPhone のモニターっていうのはですね、かなり見やすいので、というところで、しっかりとした確認もできるという便利なアプリケーションを一つご紹介させていただきたく思いました。このようにですね、こう、縦にですね、表示して、細かい設定とフォーカスをですね、併用したりとかそういうのもできまして、もうかなりですね、これ使いこなしたら面白いアプリケーションだなと思っているんです。ただ対応しているのはですね、今 FX30 と FX3 と FX6 だけかな。ZV-E1 で試してみたんですけど、接続できずにですね、まだ対応しておりませんって表記が出まして、まあ、もしかしたら今後ですね、対応するかもしれないなというところを期待しているという感じでございますね。はい、そしてですね、これですね、ものすごくいいなと思ったもの2つ目なんですけど、これ何気にですね、ちょっと使ってみてすごいなと思ったので、皆さんにですね、お伝えしたいなと思ったものなんですね。ブラックマジックデザインさんですね、からですね、リリースされておりますアプリケーションで、このブラック
ックマジックカメラというですね、このカメラがリリースされまして、これですね、私以前ですね、このスマートフォンでしっかりと録画動画を撮影したいときにフィルミックプロというものをですねインストールしてたんですけど、これがあのですねサブスクリプションになってしまったり、レガシーっていうですねちょっと限られた性能のバージョンになってしまったりとかして、その有料化に伴ってなかなかというか非常に使いにくいなと感じてしまったんです。という機能をですね、もしかしたら凌駕するんじゃないかなぐらいの性能を備えているですね、このアプリケーションですねが、このようにですねダウンロードできるようになって、利用できるようになったんです。でこれ無料でございまして、まあ、今後ちょっとどうなるかとかわからないんですけど、ちょっと立ち上げてみますと、はい、このような画面で出てくるわけなんですね。でもこれ本当にですねすごいいろんな設定ができまして、レンズの焦点距離だとか FPS の設定、シャッター速度の設定、ISO感度の設定、ホワイトバランス、ティントっていうのは当然として、さらにですねこの映像をどのモードで収録しますかとか、あとはそのフォーカスの感じだとか手ブレ補正の効き方とかですね、そういったものも細かくですね設定ができます。でこちらさらに面白いのがですね、はい、このようにですね Apple ProResでですね収録にも対応しているわけです。これですね、おそらくなんですけど iPhone50 シリーズですね、まあ、Pro、Pro Max と出て、さらにこのシネマティックなですね、シネマティックというか動画の収録にですねとても強くなった機種なんです、というところにフォーカスを当ててですね発表してきたのかなっていうふうに私は感じました。まあ、外部収録だとか外部給電だとか、もしかしたらその USB3.0 のコントローラー等もですね、その SOC の中にですね内蔵されているということで、かなりですね汎用性の高い、まあ、スマートフォンになってくるんじゃないか、カメラとしての機能というところでもですねあるんじゃないかなというところをこう狙って出てきたんじゃないのかなと思うわけですね。このラットとかもですねこう入れられたりとかですね、本当いろんな機能ついておりますので、これですねちょっとしっかりと iPhone で収録する気はないよって思われる方もですね一回ですねインストールしていただいて見ていただきたいと思います。手ブレ補正の効き方とかっていうのもですね結構細かく調整できたりだとか、そのシャッター速度だとか、そのシネマティックなフレームレート、24フレームとかありますね、っていうのもなかなか楽しくですね、結構一個インストールしておくと、その動画を iPhone で撮影してみても、あ、こんなに収録できるんだっていうのをですね感じられるアプリケーションなんじゃないかなと思ったので、面白いので紹介させていただきました。はい、というところでですね、この後にこのアクションカムにですね使用できる便利なパーツというのもご紹介させていただこうと思っていたんですけど、思ったようにこのアプリケーションの解説というところで長くなってしまったので2つに分けようと思います。今回ですねこのアプリケーションの解説とさせていただこうと思います。実際にですねこのソニーさんのですねカメラで、まあモニター十分綺麗なんですけど、やっぱ明るいところに出てしまったりだとか、あとピントのですね感じとかを見たりするときにはどうしてもですね見にくいなっていうところと、情報を表示できる量の少なさっていうのはですね、このシネマラインのカメラたちなのにっていうぐらいですねちょっと狭いなって感じはあったんです。この辺はですねルミックス S5 シリーズ、 S5 Mark II とか S5 とかルミックスシリーズですねっていうのはですね水準器とこのウェーブフォームとかいろいろですね同時に表示できたりとか便利な機能があったのに、なんでソニーさんこの辺こう手入れないんだろうなと思っていたのを、こう外部のですね特にこのスマートフォン誰もが持つであろう、持ち運ぶであろうというものにですねアプリケーションとして提供していただいたっていうのがですねものすごく利便性の高いところなんじゃないかなと思います。というのもですねさらにこう外側からですねフォーカスの調整が細かくできたりだとか、いろんな機能がですねピントの山を見たりだとか、収録している露出を見たりとかですね、そういう機能がこう拡充されてますね。そしてこのブラックマジックさんのですねカメラのアプリケーション、 iPhone のアプリケーションになるんですけど、これに関してはですねなんかゲームチェンジャーみたいな感じは私イメージあるんですよ。フィルミックシリーズって、ね、やっぱりこれはですね有料のアプリケーションだったんですね。でまあとても使いは良かったんですけど、突然そのサブスクリプション形式になってしまったりだとか、なかなかですねその使い続けていくよっていう気持ちになんか途中でならなくなってしまったアプリケーションっていうところと、それがですねうまく手ブレ補正とかを動作できない時とかってですねなんかいろいろ見てるとあった感じだとか、表示がすごく遅くなったりとかっていう感じがあったのに対して、このブラックマジックカメラはですねその手ブレ補正をいろんなモード切り替えたりしてもそこまで遅延は感じないし、インターフェースっていうのもですねやっぱカメラのメーカーだなっていう感じで、とてもですね直感的に操作ができる作りになっております。ただ表示は英語だけですけどね、なのでちょっと感覚的にいろいろいじくっていただいて、この機能はこういうもんなんだっていうのを覚えていただくのは大変かもしれないんですけど、まあそれをですね差し引いてもすごいですね使いやすいカメラなんじゃないの、カメラになるんじゃないかな iPhone が、という感じのアプリケーションでございましたね。まあこの辺本当に一進月歩というか、どん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 いいものが出てくるなっていう感じがします。特に iPhone50 Pro Max、 まあプロも含めてなんですけど SOC ですねっていうのがものすごく性能良くなってきて、なんかもう噂話ではこの M1 シリーズにですね匹敵というか、だいぶ追いついてきたんじゃないかなぐらいの性能というのがこのスマートフォンに入ってしまうわけなんです。ってなるとなんですけど、
そのですね、撮影に関係してアプリケーションと連動して綺麗な動画を撮ったりとかって工夫ができるのはなんか当然だなと思ったりもするというところでですね、面白かった、いいなと思ったものを今回はちょっと同時に紹介しようって思ったんですけど、アプリケーションに絞ってお話をさせていただきましたというところでですね、本日のお話は終了したいと思います。最後までですね、ご視聴いただき本当にありがとうございました。いや、このアプリケーション本当に使って、私今使っておりますけど、とっても便利ですし面白いですよ。皆さん使っていただきたいなと思います。それでは失礼いたします。バイバーイ。バッ。